現代音楽よもやま話の部屋現音エアご協力ありがとうございます、はい。実はこちらにいらっしゃる方、現音エアは初登場ですけれども、はい、日本現代音楽協会のユース会員のお一人でありますけれども、はい、松本ゆりかさんです。はい、お願いします。今回ご協力ありがとうございます。はい、実はすで、に開幕している日本現代音楽協会恒例の現代の音楽展、はい、2018になりますけども、はい、その第3夜が、来たる3月7日水曜日に開催されます。場所は渋谷区の文化総合センター大和田の、6階の伝承ホールというね、ちょっと邦楽器なんかも似合うようなちょっと面白いね、室内楽のホールなんですけども、はい、そちらで実は日本現代音楽協会 の、 そのユース会のためのコンサートというのをね、はい、企画していただくことになったんですね。はい、でユース会員ちょっとお名前読み上げますとね、梅北直明さん、はい、ね、それから谷口凛子さん、はい、そして、ね、私ですね、松本梨香さん、はい、そして、森谷雄介さん、はい、それから柳川水木さんね、さんね、はい、この5人の方のが出品するコンサートをですね、でしかもこれ作品が今回はピアノ作品に限定されてる、ね、限定してますね。じゃあ5人の若い作曲家の、ピアノ曲がずらりと並ぶコンサート、はい、そうですね、で演奏していただくのがなんとあの話題の、はい、わかります皆さん、はい、新垣隆さんです。そうなんですね、新垣さんに作品演奏していただくのって初めてですか？初めてですね。楽しみですか？楽しみです、ね、はい、ね、新垣さんはね、もちろんもうピアニストとしても、ね、ご高名ですけど、もちろん作曲家で、まあ、我々の作曲家の仲間でもありますけどもね、はい、もう本当に私としてもあの若い作曲家の新しい作品を新垣さんがどのように演奏していただくのかね、とても楽しみにしています、はい、ね、松本さんは何かご自身の作品について何か、この協会に、うん、あのユース会員として入らせていただいて、うん、初めて、うん、あの新作を披露させていただくので、うん、あの現代音楽協会を意識した現代音楽作品を作れるように努力を自分の中ではしたつもりなので、うん、あのぜひ聴いていただけたらなと思います。はい、はい、ね、若い作曲家の情熱が詰まった作品がずらりと並べ演奏会になると思いますので、どうぞ皆様もご期待ください。